モンキーパークモノレール線は、かつて、犬山遊園駅から、日本モンキーパーク内の動物園駅を結んでいた、名古屋鉄道のモノレール路線。全線が、愛知県犬山市内を走行し、犬山モノレールとも呼ばれた。2008年12月27日の最終列車で、営業を終了した。愛知県犬山市にある、日本モンキーパーク、および、 成田ん名古屋別院大正寺へのアクセス鉄道でゴムタイヤでコンクリート製のレール場を走行する日立アルウェーグ式による日本初の小座式モノレールとして1962年3月21日に開業したこの路線で実績を得た技術は後に開業する東京モノレールなどに応用された名古屋鉄道は東京モノレールの経営にも参画し 運転手の教育もこの路線で行われた。白カラー時代開業当初は、動物園駅から博物館、明治村や高蔵寺への延伸や犬山遊園駅から、赤線のルートで美濃まで延伸する構想もあったが、伏線化できず実現しなかった。定期券は観光輸送が、主目的の路線であるため発売していなかった。名鉄などが導入していた交通プリペイドカード、 トランパスの導入は計画されなかった。2007年12月17日に名古屋鉄道は利用者数が極めて少なく開業以来使用している車両、施設の老朽化が進んでいることなどからモノレール線を2008年12月28日付で廃止することを発表した。2006年度の輸送人員は1日645人だった。廃止を前に モノレール車両1編成を特別塗装し、さらに全編成を記念装飾して運行し、犬山遊園駅で本路線の歴史の展示を行った。2008年11月29日から記念乗車券と記念入場券が12月20日からポストカード型の記念乗車券2種が発売された。最終運行日の12月27日には、犬山遊園駅でさよなら発車式が行われた。 スパリゾートうの花アイランドの保存車廃止後は、犬山駅東口から寄付バスコミュニティによる路線バスが運行され、沿線施設へのアクセスは犬山遊園駅から犬山駅に移った。車両、施設などは、先頭車の101号車と中間車の201号車が、開業当時の塗装に戻されて、動物園駅で2009年3月19日より、保存、展示されているが、 外観のみの公開で、駅舎、プラットフォーム、車内に立ち入ることはできない。先頭車の102号車は、製造元である、山口県下町市の日立製作所、笠戸事業所で一般に非公開ながら保存されており、103号車は、岐阜県かに市のスパリゾートうの花アイランドで、展望台として4月29日より利用されている。レールと橋脚は撤去された。 年中無休で、営業時間は平日及び、土休日と無休から16時、運行間隔は毎時2本程度であった。ダイヤは、名鉄太路線の改正と関係なく、他客機などに随時変更されていた。犬山幹事駅職員により、ワンマン運転を行っていた。車両は MR、MRM100 型が使用された。先頭車 MRM100 型と中間車 MRM。 200系の3両編成2本が在籍し、通常は1本で、他客時は2本を連結した6両編成で、それぞれ運行していた。上下列車が交換可能な駅はなく、同時に1列車しか運転できなかった。2本の編成は、動物園駅奥の車庫で入れ替えていた。MRM100 型は、名鉄唯一のアルミニウム合金製で、名鉄最大の車体幅があり、 廃止された2008年時点で、名鉄唯一の非冷房車であった。本路線の廃止により名鉄の全車両冷房化が達成された。各駅には、自動券売機や自動改札機などの駅つと無機機が設置されておらず、乗車券は窓口で販売していた。犬山遊園駅には、当時より犬山専用の自動券売機や自動改札機が設置されていたが、自動券売機で、 モノレール線の乗車券は購入できなかった。改札は犬山線とモノレール線はそれぞれ別で乗り換えは改札を一旦出る必要があった。終点の動物園駅は日本モンキーセンターの敷地内にあり、出場は日本モンキーパークの入場券が必要だったが屋外からの出入り口も存在していた。ありがとうございます。